レライエは悪魔学における悪魔の一人で、ゴエティアに記載された、ソロモン七十二柱の悪魔の一柱を担う悪魔である。ゴエティアによると、レライエは地獄の悪魔、三十個軍団を支配する、序列第十四の悪魔にして、偉大なる力を持つ地獄の公爵であるという。彼は緑の服を身にまとい、弓と矢筒を携えた、石のような姿で現れるそうだ。また、 彼の星座は獅子座となっているが、本来はいテ座に属すると言われている。なお、イギリスのオカルティストマクレガー・メイザースが英訳したゴエティアの文には、この「争い」や「論争」の部分は英語で「バトルスコンテスト」と書かれているが、この「コンテスト」は「争い」や「論争」の他に「競技」などと訳すこともあることから、レライエをあらゆるスポーツに精通した悪魔であると紹介する書籍やサイトなどもある。一方で、 英語版のウィキメディアには、この、コンテストという単語は用いられていなかった。さて、次に、彼の持つ能力や術者にもたらす恩恵についてだが、レライエは、焼き図を可能させ、腐らせることができるそうだ。また、争いや論争を引き起こすとも言われている。なお、彼を召喚してその力を借りたいものは、彼の印象を要否し、または金属板に書いて身につけておかなければならず。 もしも怠った場合は彼を従えることはできず、恩恵は受けられないそうだ。利口。レライエと見た目が類似している悪魔に、バルバトスという者がいる。バルバトスは公爵の地位にある、序列第八の悪魔だ。ゴエティアの本文には彼の見た目に関する記述はないが、道書と関係の深い魔道書、悪魔の偽王国には、弓使いの姿で現れると紹介されているので、 特徴の似ているレライエとバルバトスを同一の悪魔であるとする考えもあるようだ。ちなみに、レライエもバルバトスも、地獄の悪魔、三十個軍団を支配するという点でも一致しているので、信憑性は高いのではないだろうか。